ジャズミン・サリバンとは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の、ソウル、R&B シンガーである。ライブでのジャズミン・サリバン1987年4月9日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれる。2008年9月23日に、ミッシー・エリオットのプロデュースのもと、デビューアルバム、フィアレスをリリース。ビルボードアルバムチャートにて6位を記録する。収録曲。 ニード・ユーバッドがヒットし、一躍有名になった。第51回グラミー賞では、最優秀新人賞、最優秀女性 R&B ボーカルパフォーマンス賞、最優秀トラディショナル R&B パフォーマンス賞、最優秀 R&B ソング賞、最優秀コンテンポラリー R&B アルバム賞にノミネートされた。2010年11月30日、2作目の スタジオアルバム、ラブメバックをリリース。前作に続き、批評家から高く評価され、第53回グラミー賞で、リードシングル、ホールディング・ユー・ダウンが最優秀女性 R&B、B、ボーカルパフォーマンス賞にノミネートされた。2015年1月13日、3年間の活動休止を経て3作目のスタジオアルバム、リアリティ賞を発表。第59回グラミー賞祭では、 最優秀 R&B アルバム賞など3部門にノミネートされた2021年1月8日4作目のアルバムホーステールズをリリースしたスタジオアルバムありがとうございます